はい、皆さんどうもこんにちは、こんばんは、えとっちゃんです。今回はですね、スモーク講座をやっていきたいと思います。前回の FB 講座がね、なかなかの評判だったので、良かったかなと思います。参考になった方がいっぱいいたということで、僕は嬉しいです。さあ、そんなわけで今回はスモークをね、やっていきたいと思います。もうね、僕なんかがね、こうスモーク講座なんてやっていいのかなと思いつつ、恐縮です。非常に恐縮です。で、そんなわけでですね、まずスモークのことについて説明していきましょう。僕がね、じゃねえや、スモークはね、ショップで2種類今売ってるのかな、2と3、まあどんなのかといえば、皆さんご存知、投げて、ボフーンとこうね、なるわけですよね。これと、あと、もう一個、投げて、シュワーってなっていく、この2ですね。こう今、色が違うわけですよ、濃さが。まあね、この濃さが違うので、見えやすい、見えにくいっていうのがあるんですけど、まあね、何がこう違うのっていうと、例えばですね、まあどうしようかな、例えばですけど、まあまあ、あの上に乗せるのもありだけど、そうじゃないやり方として、ほいっこう投げて、あ、落っこっちゃった。こうね、こう空中でね、その高さでこう、あ、俺下手くそやな、もっと高いところか。あ、こんな感じですね。こんな感じでこう空中にも同じようにたかれると、地面とさほど差がない感じでたかれるわけですね。はい、まあこういう風にうまく使えば、フォックスの赤マンとかを1枚から見えなくするとかね、そういうことができますね。逆に、まあああやって簡単にそこをポイントをこうピンポイントで見えなくすることもできるんですけど、逆にですね、まあこの2は何かって言いますと、グレネードの空爆の軌道、こういうグレネードの空爆の軌道ありますね。これをそのままこうやって、これをそのまま、スモークに変えるだけで、どうなるかというと、まあ、こういう風にグレネードの軌道、空爆の軌道でスモークができるというわけで、まあ、空爆を覚えればスモークも使えるということで、一石二鳥なんですよ。まあ、どちらがいいかっていうのは、まあ、その人次第で、まあ、その人次第というか、クランの方針次第で変わってくると思います。はい、でですね、どちらのスモークにも共通することは、動くということですね。そのスモークが、まあ、スモークが動くというのはどういうことかと言いますと、スモークというものは、相手とこちらで平等に 見えるようになってるんですよ。ここの視点と、この今のこのスモークと、こちらから見たスモーク、これ一緒ですね。これが、ただこれがですね、なんと動くんですよ。ホラーですね、完全に。スモークが動く。まあ、ホラーですよ、完全にこれは。まあ、どういうことかと言いますと、はい、これ、まずね、これ、出てますね。これを、画面をこう、左側に寄せると、なんかちょっと動いてるの分かります？これ、ほら、動いてる、これ。すっごい動いてる、これ、ほら、すっごい。ね、これね、スモークが動くんですよ。まあ、どういうことかと言いますと、要は、相手の、このスモークから、もうこの缶からスモークが出てるんですけど、このスモークがどの角度から見ても相手と同じように見えるように、平等に見せるようにスモークが動くんですよ。なので、例えばここでこうやってると、ほら、これセンター見えないですね。ですが、こうやると右上でセンターが見えると、もうちょっと後ろ下がった方が分かりやすいかな。こうやると全然見えない、でもこうやるとセンターが見えると、このぐらい差が出てくるというわけで、要はセンターからは、センターからはこれで見えるんですよ。相手からもこれなんですけど、ですが、スモークは視線をこう元に平等に見せるので、その視線をこうすると、ほら、すごい画面右上見えますね。そういうわけなんで、でも相手からはその自分のこの立ち位置、自分のこの相手からはこの位置、こうなんですよ。相手からは こっちを見るわけですから、相手はこっちを、なので相手の視線ではこういう風なスモークになってますけど、自分はこの視線をずらすことでこういう風に見えるというわけで、こういう風に使えるわけですね。 UAV がないとき、お互いにないときとか、ね、そういうときに使えますというわけで、動くスモークというものを説明しました。はい、そんなわけでですね、まあそれらのこう、それらのね、スモークの使い方がありますよということで、それも踏まえた上で、スモークにはね、どんな効果があるのかというと、まあ相手を詰めさせない、スモーク相手を詰めにくくさせる効果がありますね。で、あとは例えばこういう時にセンター、2側が崩壊した、センター行かなきゃ、2側行かなきゃって時にスナイパーなどの視線を遮ることができると。だから要は攻め、スモークというものは守りに徹しているものなんですよね、どちらかというと。あとは攻める時の、補助的な役割にもなりますが、 FB ほどではありません。で、
要は自分たちを守るためのスモークっていうのが大体メインですね。そういうわけでまずはその引き目だったり、あとはまあその視界、相手の視界を遮る目だったり、詰めにくくさせる目だったりということがあります。で、自分たちが投げる際に気をつけなきゃいけないこと何かと言いますと、 UAV がない状態であればこういうところに高ないことです。1側行くときとかに、これなぜかというとスモークの中って入ると弱いんですよね。非常に出た瞬間このくらい視界が広がるんですよ。でも中に入ってるとこう見えないんですよ。で出るときは相手の方が早く見えるというね。だから非常にスモークの中というのは不利なんですよ。ただこれもあの使い方によっては、フェイントなどができます。フェイントというかまあ使い方によってはその相手が UAV してくるところを、そこを倒すこともできますので、まあ、要はこうですね、 UAV してくるであろうと、こう UAV が持ってる敵がこうスモーク耐えてあからさまにこうやってくるんじゃないかっていうところを読んで突っ込むと、そういうのもありです。ただでもまああまりね、自分のこうスモークの中に入りに行くというものはあまりおすすめしません。基本的に相手に入らせる、詰めにくくさせるという意味で使ってください。はい、そのわけでですね、スモーク毎ラウンド試合ではどういった風に使えばいいのということなんですけど、試合ではですね、僕の場合ですと、まあ、要は警戒させる2択にさせるわけですね。要はいるかいないかを、相手に考えさせるということです。どういうことかと言いますと、例えば、スモーク1個で油田の階段、ここすごいリターンが取れる、やり方があります。どういうことかと言いますと、敵を倒すリターンというものではなくて、相手に投げ物を使わせるというリターンなんですけど、ここに毎ラウンドスモークを焚いてここの下にいます。これね、で、必ずこれ多分投げ物投げてきます。ほとんどの敵が投げ物を投げてきます。なぜかといえば UAV をここに持ってるやつがいれば UAV をこうやってしてくるかもしれないですけど、ここで最初のラウンドとかで待ってもらっていると、その UAV すらも倒せるっていうのと、あと要はそのさっき言った相手のこれね、スモークの焚き方が大事で、少しこちら辺に入れとくんですよ。そうするとここら辺ってもう出てくるとき見えちゃうんですよね。薄いんで、スモークの外側って薄いからそこ見えちゃうんですよ。なので倒しやすいと、で相手は見えてないと入ってるので、まあ、そういうのもあってそこに焚くんですけど、まあとりあえずここに毎ラウンド焚くんですよ、こうやって。でこれでまずラッシュを止められます。ラッシュしにくくできます。要はスモークの中に入らないと相手はこっち来れないのでね。でまあそういうところで UAV をこう構えていたり、2段でこう構えていたりという風にして、で相手がそれでやられたりすると、まあ、こっちが逆にやられても相手のことやっても次から必ず投げ物を入れてくるようになります。それはなぜかといえば、このスモークがあってこのスモークを耐えているということは、ここに2段でしてるかもしれない、もしくはここで1人で UAV をしているのかもしれない。ちなみに UAV することはここです。ここでやられると、こう一瞬だけパッて取られる、こう一瞬だけこういう UAV の仕方がありますよね。こう来てこういうやり方とかに取られる可能性があるので、ここを垂直に 見とくと、こっちにジャンプしてきた敵などを、ジャンプしてる最中の敵を取れたりし、あとはそこのよいしょ、そういうさっきの相撲 UAV なども回避できますよと。 SR の決め打ちなどももらえません、まあ、ここら辺でこうね取ったら、あとここで、でここにいれば味方が取られてる状態の敵に対しては味方が対処してくれるので大丈夫ですし、こっちに逃げたって大丈夫です、ね。まあここでしゃがんでてもいいですよ。ここでこうしゃがんで取った瞬間、こう後ろでもいいのかな、そうすれば見えなくなっていくので、まあね、いろいろありますけど、まあそうやって毎ラウンド同じところに同じようにスモークを焚く、それだけでそこにいるのかいないのかというものを相手に考えさせることができる。そうすると相手は投げ物を必然的に使わなくていけなくなると。こちらは1個の投げ物に対して相手は FB やあとはグレネードを使ってくることで、何人いるのか、どんな投げ物をそいつは消費したのかっていうのが分かるので、1個の投げ物で相手の投げ物を2個3個消費できたりすることもあるので、とても大きなリターンになるわけですね。でそのまああとはこれをポイントマンですと、1人で、1分くらいは保てます。1分くらいはやれます。これで1分難しいか、さすがに3、40秒かな。
は耐えられたり、あとはその時間稼げというものができるので、非常にその後詰めやすくなったり、その間にこうセンターや荷側でアクションが起きているのであれば、こちら側のデンをクリアリングしに行くことも可能ですし、なんかいろいろ幅が広がります。はい、そんなわけでですね、あともう一つ、まあ、そういうそのいるのかいないのかがわからない、で何敵がそこなのか、それとも過ぎていったのかがわからないということもできるというのが、そのスモークの大きな 強みですね。で、まあね、そのスモークに対し、スモークに、なんだ？はい、そしてですね、そのスモークを使、そういったスモークを使うことによって、まあ大きなメリットっていう、大きなメリットはこちらに生まれると。で、試合がこう、うまく流れる、こちらに有利に運ぶということができますと。だスモークはそういった使い方をメインで使っていくのがいいのかなと思います。まあもちろん設置後の、スモーク、こういうところのスモークなど非常に有効なので、やはりその使いすぎには注意ですが、その攻めの守りに、自分たちを守るためのスモークというものをうまく使っていってほしいですね。あとはそのどれだけそのスモークもうまく活かすのには、その他の投げ物も大事ですよと。例えば、まあ、インディアで例えると、まあ、この荷川の砂場など、まあ、2人か3人くらいかな、こうラッシュする前に、まあ、ここら辺から、しくってしまった。まあ、こういうところにスモークを窓から炊くだけで、こんだけ1つ見えなくなりますね。これだけですごい大きいですね。で、次にもう一つ、まあ、ここら辺にスモークでも何でもいいし、あえて逆にその動かすこともできるんで、スモークっていうものは相手の位置を動かすことができるので、例えばここにスモークを焚かれてしまったら、あのリフトにいる意味っていうものはほとんどなくなってしまうので、片方が、ここにグレネードを入れた瞬間に、まあ、ここに FB を入れると食らうわけですね。ここにしかいねえ、こういう待ち方とか、こういうここで見てる敵は食らうので、この FB なんで、こういうこともできますよと。要は、ここで待っていたりするスナイパーに対して、あとこういうところね、スナイパーに対してスモークを焚くと、ここにいる意味がなくなる。そして移動しなきゃいけない。で、移動した場所に FB が来る、グレーが来る。という組み合わせの仕方。そういうのが大事になってきますね。要は、スモークというものは、その他にも、その場に、視界を遮るということは、そこにいる意味がもうないんですよ。相手に対して。相手がここが強いっていうのが分かってるわけで、ここのポジションが強いとかいうポジションで待つわけですよ、敵を迎え撃つときってのは。だからそこで戦おうとすると負け、そこを純粋にこうエイムで戦おうとすると負けてしまうっていうことがあるので、要はその強いポジションにいる意味をなくすためのスモークってのが結構必要になってきますね、攻めるときは。こちらがそれが先ほど言っている自分を守るためのスモークだっていうことですね。で、そこの移動、こっちに移動したであろうというところに投げ物をさらに入れ込むと。まあ、あとは UAV で行ったりとか、そういう風に攻めていくと非常に効果的になります。はい、ですね、まあ、大体スモークってそんな使い方ばかりなんで、自分は前回の FB ほどその長く説明はできないんですけど、まあ手短く、短い方が多分皆さんも聞きやすいと思うので、ここら辺でいいかなと思いますね。はい、そんなわけで今回のまとめを少しさらっとお伝えした上で、最後実践で使っている動画をご覧ください。まとめですね、スモークには2種類あります。これとこの通常の、まあ、昔からあるこのエンマグナン2シュワシュワシュワーってなるやつと、こちらの3ですね、最新新しく出たやつ、このボーンって出てくるこのスモークがあります。で、どちらも、非常に強いです。で、まあ、僕らの方針に沿って、使ってください。で、それぞれのメリットというものは、このグレネードで投げた軌道でそのまま同じように投げると、まあ、空爆の流れでスモークが焚けると。で、こちらの方のものは、こういうふうに、まあ、長羅だけをスモークで隠すというのは難しいんですけど、こういうふうに
で足元だけ見えたりとか、そういううまく使うこともできる。そのピンポイントにそこに投げれるというものがこの3ですね。で2は、グレネードの軌道でそのまま投げれるということで、1つ覚えると2つ覚えたことになります、投げ物をね。で、どちらのスモークにも共通して言えることは、動くスモークというものですね。通常でこう見ていると、センターが見にくいものですけど、左によるとがっつり見えると、こういう風に動くよと、見た方向にスモークが回転しますと。でこう見れば、反時計回り、こっちで見ると時計回りで、下を見ると上に上がる、上を見ると下に下がるという風な仕様になっております。はい。で、そのスモークの使い方なんですけど、スモークは、引き目で使うことや、自分を守るためのスモークということですね。では、インディアのここで言えば、先ほど説明した相手を詰めてこさせなくする、スモーク、要は2択をかけるスモークということですね。このスモークの先にはどこにいるんだろうと思わせることが大事で、そこでそれに対して相手は安定行動でグレネードを使ってくるので、こちらに対してすごいメリットが大きいと。1つの目で相手の投げ物を 2,3 個削れるというわけでね。で、あとは投げ物と組み合わせて使うスモーク、要はその強ポジなどにいる意味をなくすというスモークですね。ここにいられたらまず無理だなっていうところにスモークを入れ込んで、他の投げ物と場所をずらしてそこに FB などを入れ込む。それだけで、相手にとても効果的な投げ物になるので、相手は攻めづらく守りづらくなります。これはね、各自で、使ってもらいたいなと思います。で、実践で使っている動画を皆さんにご最後見てもらいたいので、それ見てお別れになりましょう。そんなわけでここまでとなります。それでは実践の動画を見て皆さんバイバイ。行き帰らないくん、あれ行きます。じゃあ俺も行きますよ。スモークをここに2つ炊こう。ブラキテン、オッケー、もう1個炊いて、でちょっと決め打ちしてもらっていい？ほら、来た来た。モアンクル、モアンクル。あと近。2枚見てあげな。